2007年中国グランプリは2007年 F1 世界選手権第16戦として2007年10月7日に中華人民共和国上海市の上海インターナショナルサーキットで開催された。正式名称は2007ホーミュラ1歳のペックチャイニーズグランプリ919293大風の接近により決勝当日は雨が降ったり止んだりの気象条件となった。 ヘビーレイン用タイヤを選んだスパイカーの2台を除き各社スタンダードウェットタイヤを装着してグリッドに並んだポールシッターのハミルトンはスタートから好調で15周目の最初のピットインまでに2位来5年に9秒弱の差をつけた両者ともタイヤ交換は行わず燃料再給油のみでピットアウトしたその後ハミルトンはリアタイヤの摩耗により大幅に ペースダウン。タイヤは内部構造が見えるほど酷使されていたが、マクラーレンチームはピットへ呼び戻すタイミングを誤った。ハミルトンは29周目にライコネンに交わされ、31周目にピットインしようと、下がピットロード入り口のクランクを曲がりきれず、グラベルにはみ出し、その場でリタイアとなった。ライコネンは今季5勝目を挙げ、 絶望的と思われたチャンピオン獲得の可能性を再び手繰り寄せた。2位のアロンソも1週間前の日本 GP でリタイアした失点を挽回し、ハミルトンとの差を4ポイントに縮めた。トロロッソはベッテル4位、リウッチ6位とチーム初のダブル入賞を果たし、コンストラクターズランキングを7位に上げた。ウィリアムズのプルツはこのレースを最後に F1 引退を表明し、最終戦は 中島和隆にシートを譲ることになった。ファステストラップ、フェリペマッサ137.454。ありがとうございます。